今日私たちは水戸市の有賀町という場所にやってきました。こちらでは真言宗智山派慈源寺というお寺の客殿がですね、新築されたということで、その完成された客殿の方を見ていきたいと思います。それでは行ってみます。こんにちは。待ってくださってます。自己紹介お願いしてもいいですか。はい、慈源寺住職の門脇丈和です。よろしくどうぞ。お願いします。お願いします。はい、懐石住宅の常用物産株式会社の徳井です。よろしくどうぞ。お願いします。お願いします。では客殿の方ご案内しますので、どうぞこちらへお上がりください。ありがとうございます。どうぞ。はい、いやー、すごくいい香りがしますね、もう。うん、天井も高いですね。はい、ありがとうございます。いやー、すごい素敵な広いこう畳のお部屋にやってきました。はい、というわけで今ですね、こちらの客殿にやってきました。住職さんの方に早速お話伺っていくんですが、まあ、こちらの客殿新しく建てられたということなんですが、もともと客殿というのはなかったんでしょうか。あるにはあったんですけども、狭かったですし、それに震災の影響もありまして、はい、屋根瓦がずれたりして雨漏りもするようになりましたので、この際ですので、全部取り壊して建て替えようと決心して、全てを常用物産さんにお願いして今日に至ったということであります。思い通りには仕上がりましたでしょうか。私は部屋だけをお願いしまして、後のデザインなんかは全て常用物産さんにお任せしたんですが、思い通りにできたと思っております。常用物産さんの方では具体的にこうどんなアドバイスをされたんでしょうか。はい、今の住職さんの方からお話がありましたように、その間取りの基本的なものはもう住職さんの方で考えられておりましたので、はい、まあ、できるだけそれに沿うような形でですね、提案できればということで、まあ、特に私どもが重点に置いたのが耐震ですね、はい、それから耐久、そして健康、そして省エネ、まあ、この4点を基本にして私どもで提案をさせていただきました。東日本大震災の後ですね、やはり地震に強い家というものは求められておりますので、まあ、それも大事かなというふうに思いまして提案させていただきました。耐震ということにつきましてはですね、特にこの床は大引き工法ということで、まあ、樹齢千年のヒバを土台に使って、その中に赤松の大引きを入れております。まあ、それと壁ですね、壁の方は耐震パネルというものを使って、まあ、通常の筋交い工法の 3.3 倍の強さを持っておる作り方ですね。それから床も 3.7 倍の強さを持ってます。そしてまたさらにこの天然木を使うことによって耐久性がいいわけですね。まあ、耐久性がいいということと同時に健康的な面でも、日本のように湿気の多いところは木材が湿気を吸ったり吐いたりしてくれますので、まあ、非常に心地よい生活ができるというふうに思います。はい、そうですね、本当に私も先ほどね、打ち合わせからずっとこちらにいるんですけども、すごく心地がいいと言いますか、開放感もありますし、なんかずっといたくなるようなね、お部屋ですよね。今回の県も含めてですね、常用物産の建築をこの目で見てみたいと思われる方もね、いらっしゃるかと思います。総天然木のこのお家についてお問い合わせできるところなんかがありますでしょうか、徳井さん。笠間市の朝日町というところにですね、はい、私どもの天然木材で作ったモデルハウスがございますので、はい、ぜひそちらの方においでいただいて、赤松の30ミリの厚さの天然木のその感触ですね、はい、あるいはその軽装土の壁、まあ、そういう健康的にいいというところを確かめていただければありがたいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。また常陽物産のこのホームページでも、ね、お問い合わせ等はできるということですので、それでは常陽物産の電話番号をお知らせします。電話 02-9678-2281 02-9678-2281、こちら8時30分から5時30分まで年中無休で受け付けているということです。お気軽にこちらにもお問い合わせください。はい、この時間は水戸市有賀町の真言宗地産派の次元寺からお伝えしました。